皆、はい、さんこんにちは、チョです。今日の株式マーケットは全体的に見るとほぼフラットだったかなと思います。ヒートマップを見ると若干ちょっとまだらではあった一方で、大型銘柄がマイナスだったというようなちょっとアンバランスな感じはありながらも、なんとかフラットを保った一日だったんじゃないかなと思いますで。今週についてはあまり大きなイベントがなかったにもかかわらず、しっかりと上昇してこれたというのは、株式マーケットにとってはです、ね、非常に力強い底堅い動きとして、 え、捉えられ、で、それは非常にプラスだったんじゃないかなと思います。その一方で、まあ、今週ですね、唯一の疑問といってもいいのが、えー、今日のですね、CPI の改定かなと思います。で、CPI の改定については後ほど詳しく見ていきたいと思うんですが、まあ、今年ですね、去年か、去年ずっと CPI が、えー、しっかりと、あの、ペース保って下がってきていた状況だったと思うんですけれども、まあ、これはですね、あの、いろいろものもの改定されて、えー、実際は、その、 思った以上に下がってなかったとかっていうようなこともですね、あの起こりかねません。で、それがあの去年起こって、ッけたちょっとですね、あの思った以上に、まあ、しっかりとその物価上昇率っていうのが下がっていなかったということで、 えまあ、短期的に下落したりとかっていうようなイベントもまあ,あったかと思います。で、これがですね、まあ、まず、あの、今日あり、そして来週は CPI、そして PPI の発表だったりとかもあるので、まあ、今週と、まあ、今週とか、金曜日と、まあ、来週ですね、ちょっとボラティティが高まりそうなタイミングになってくるんじゃないかなとは思います。で、もろもろですね、フォーム c の関係者からのコメントについては、正直、ネガティブなものというのは、まあ、これまでも、そして今後もしばらくの間は出ないんじゃないかなというふうに思っています。 え、内容としては順調に進んでいるというところがですね、ま、あの基本線にはなっていますので、ま、あとはいつ本当にえ下げに踏み切れるのか、ま、これにフォーカスが今当たっていて、ま、それに向けて、え、マーケットは、ま、下準備をですね、え、もろもろとしているんじゃないかなというふうには思っています。ま、いずれにせよ、引き続きですね、え、半導体関係の目柄が、ま、強い相場というのが続いていきますし、ま、あとは AI 関連ですね、え、このあたりがマーケットを牽引する、ま、このような状況が引き続き、え、ついていき、これらの、え、 決算が、まあ、いい限りはまあ相場がですね引っ張り上げられるというような市場をですね継続していくんじゃないかなと思います。はい。で、その他もですね、ちょっと個別銘柄で面白いものもいくつか出てきているので、皆さんにそういった点もですね、ぜひご紹介させていただければと思います。はい。で、ここからですね、まずは質の方を見ていきましょう。ダウがプラスの0.13%、S&P がプラスの0.06%、ラスダックがプラスの0.24%となっておりました。 債券なんですけれども、まあ、全体的に金利が上昇で、10年債の金利は5ベース上昇で4.147%の金利水準。そして2年債については約1ベース上昇で4.454%と今現在になっております。えー、今日はですね、まあ、あの金利が上昇しましたけれども、まあ、それとはまた別の要因で、ドル円に関しては上がっていました。後ほど詳しく見ていきますが、まあ、ちょっとですね、あの今年ドル円は 下なんじゃないかなと、僕は個人的に思っていたんですけれども、まあ今年ちょっと厳しそうだなというのがですね、まあ今日あの日銀の関係者の発言もあったので、はい、まあ,あのドル円をショートするというのは、あまり今年いいトレードにはあのならなそうだなというふうにえ思いました。はい、まなので、まあちょっとですね、このドル円のトレードっていうのは、あの短期的に、まああの、どちらの方向にベットするというよりも、 あまりそんなに大きく動かないような市場、あの、環境が続くんではないかなというふうに、まあ今は思っています。はい。まああとはですね、今日クリプトが大きく上昇してました。えビットコインに関しては現在4万5千、500ドル近辺で、前日よりもですね2、2%ぐらい上昇していて、イーサーに関しては2426というところで引き続き非常に相場え環境が現在も続いているというような形となっております。えコモリティについては今日ですね、 原油がなんと3.6%の上昇で現在76.53。そして、ゴールドについてはもうほぼ変わらずで2000現在50ドルとなっています。まあこのあたりはちょっと原油のボラティティ本当に相変わらすごいなという感じではあるんですけれども、引き続きですね、まあこういったエネルギー関係のボラティティが高まる市場環境というのはですね、ついていきそうな感じですし、まあ今年はですね、さらに 知性学的リスクの高まりというところも注目されていくと思いますので、注意をしてポジションを取っていただければと思っております。はい。で、まずチャートを見ていきましょう。チャートというか、こちらのチャートですね。はい。で、こちらがですね、ナスダックの先物になっているんですが、ほぼ前日から動きなしでしたが、このチャートやっぱり見てみると非常に力強く、あまり大きなあの調整も これまでそこまでなくですね、順調に進んでいる感じかなと思いますし、まあ、ばあの下落したとしても、この前の FOMC のように、1日ポーンと下がって、すぐ戻ってくると、そんな感じの市場環境というのが、これからも続いていくんではないかなというふうに、今の流れを見るとですね、思っておりますま。あ,あとは、ドルインデックスなんですけれども、ドルのですね、下落というところが、なかなかタイミングも、え、ー 見えないと。あの、利下げのタイミングはなかなか見えないというところもあるので、引き続き、あの、まあ、その低下に向かうっていうような感じでは今、えー、ない状況ですかね。えー、これが、ま、今年の後半にかけてく、まあの、見てみると、もしかすると、ま、下落市場に入っていく可能性はあるんですが、え、米国よりもですね、他の国々の利下げのペースの方が、早くなる可能性がある、まあ、タイミングも含めて早くなる可能性があるので、まあ、ちょっとですね、ドルインデックスの下落みたいなところの、 えーまあ、シナリオがですね、ちょっとなんかその怪しくなってきてるなというのは、個人的には感じております。なので、ここからですね、結構為替が難しくなってくるんじゃないかなと思うので、まあ、為替をですね、トレードしてらっしゃる方は、まあ、あの方向感をつくむのが少し、今からまあ後半にかけてはですね、難しいのかなというふうに思ってきました。まあ、ちょっと去年の,あの、ね、末のタイミングと今、見てる感じ、思ってる感じ、だいぶちょっと違うなというふうに正直思ってはいるんですが、 え、まあ、為替なのか、今は何でリスクを今取るのがいいのかっていうと、もしかすると、為替じゃなかったりするのかなっていうのは、今思ったりはしております。はい。で、今日ですね、もう一番注目された株がありました。それは、後ほどニュースでも見ていくんですが、あの、アームですね。今日一日最終的には47%上昇しました。詳しくは、えっと、後ほどの ニュース見ていきたいと思うんですけれども、ほんともうこれ 50%1 日で動くっていうのは、正直もありえないぐらいな、あの、株式マーケットの動きだと思うんですけれども、引き続きやはり半導体関連の銘柄っていうのがまあ強い、この市場環境っていうのはですね、なかなかあの変わっていかないのかなというのを改めて感じさせられた、まあ、その決算というか、ニュースだったかなと思います。後ほど詳しく最後に一緒に見ていきたいかなと思ってます。はい、で、ここからですね、まず見ていきたいニュースは、こちらになってます。 米国の CBI の年次改定を控え、緊張感と書いてありますが、おあ、昨年か、昨年の大幅上昇修正を踏まえ、FRB も関心ということなんですけれども、FRB のですね、理事の方からも、この年次改定については、注目をしているというような発言があったので、まあ、いろんな意味で重要なんですけれども、これ見ていただきたいのが、えっ、ー、とです、ね、前年の、まあ、その、最初に発表がされた数値っていうのが、CPI ですね、この黒になりますと。 で、その後年次改定が、あのー、発表されて、一番ちょっとこれ見ていただきたいのが、これです。12月31日のタイミング、まあ、つまり第4クォーターですね、が3.1%の物価の上昇率だったんですけれども、これが改定されて4.3%引き上げられてしまったと。で、思ったよりも、あれ、物価上昇率下がってないじゃんということで、まあ、ちょっとですね、それで、 あの、すごく警戒がまあ高まった。まあ、一昨年か。あの、2022年の数値なので、一昨年ですね。はい。まあ、こういったケースがですね、起こる可能性があるんじゃないか。特に、この2023年の最後の方っていうのはですね、物価上昇率がフラット、もしくは、あの、10月から比べると、すみません、9月の末から比べると、あの、まあ、上がってたんですよね。なので、これで余計、あの、上がってるように見えるような。 あの、改定になると、まあ、ちょっとマーケットはですね、一瞬、ちょっとあの、パニックじゃないんですけれども、まあ、混乱するような、マーケット環境になる可能性があるので、まあ、このあたりはですね、あの、気をつけていくべき一つのポイントになってくるんじゃないかなと思います。で、一応ですね、来週どんなイベントがあるかっていうのを確認したいんですけれども、え、火曜日にですね、CPI の発表があります。で、これの数値に関しては、まあ、着実に下がっているというところの、ま、確認に一つなればいいなと思ってはいるものの、 まあその辺の改定も含めた数値をまあしっかりと見て、マーケットがどういうふうにリアクションするかっていうのは一つあの注目の分野かなと思います。ただし、CPI の発表がりまあり、それがしっかりと下がっていれば、大きな混乱っていうのは全体的にはないのかなと思いますし、今の,その市場環境というかその物価上昇率の鈍化について、FOMC の参加者についてはすごく楽観的に見てるんですよね。なので短期的にまあその物価上昇率が た、まあ、例え上がったとしても、この物価上昇率の原則の、えーまあ、スピード感というか、えーまあ、その推移自体に、まあ、疑いが、まあ、すぐに出てくるというわけでは正直ないのかなとは思っています。はい。まあとは木曜日にリテールセール、そして金曜日に PPA があるので、まあ、このあたり見ていきながら、まあ、取材ですね。まあとは決算を含めて見ていきたいかなと思っています。 はい。まあ、あとはこれ以外ですね。リッチモンド連銀総裁からも、え、利下げの時を辛抱を強く待つ時間はあるというようなコメントがありました。まあ、これはですね、あの、他の方もここ最近コメントしてますけれども、まあ、あと数回、えー、いろんな経済指標を見てからの判断というコメントが非常に相次いでいることもあるので、まあ、たい5月。5月までは、えっと、今が2月ので、2月、3月、4月の数値、あと3回見れるので、まあ、そういった意味で言うと、まあ、ある程度、 あの、時が、あの、ね、熟した感っていうのが、5月のタイミングで出ていてもおかしくないんじゃないかなと思いますので、まずは一旦5月の目標に、マーケットはですね、あの、利下げを織り込んでいくんではないかというふうに思っています。で、これらを踏まえた上で、今の利下げ織り込み状況どうになっているかというと、5月がですね、だいたい6割ぐらいが今、利下げに、え、ま、向かっているとか織り込んでいるような状況になってますね。はい。ま、あの、ちょっと経済指標なんかによっては、 この辺り変わってきますが、まあ遅くても6月に利下げできるんじゃないかと思うので、まあこの辺りは5月から6月で売下げが決まれば、マーケットはまあそれで十分ハッピーなんじゃないかなというふうには思っています。はい。まああとはですね、それ以外の経済指標あというかあのニュースなんですけれども、ユエレン氏がですね、住宅ローン市場でノンバンク中止破綻の恐れを警告ということで、やはりですね、あの不動産関係の、まあ、ローンの まあ、あの、焦げ付きっていうんですかね。が、ここ最近目立ってきていて、えー、特にですね、住宅ローンについてもまたコメントが出てきたということで、まあ、ちょっとこのあたりについてはですね、少し、まあ、怖いなというふうに、えー、思いますね。まあ、あの、商業不動産や、まあ、ビルについては、まあ、非常に、えー、マーケットはあの警戒感をあの持っているも分野でもあると思うんですが、それに加えて、えー、住宅ローンの市場も、まあ、同じようにですね、えー、ローン破綻っていうのが、まあ、相次いでくるようであれば、マーケットをちょっと え、冷やすような要因になる可能性も十分あるんじゃないかなと思います。で、その一方で、え、ここをですね、救済するために、え、フェットが動くんじゃないかっていうような、まあ、ちょっと憶測も出ていたりとかして、え、それがですね、起こることによって、え、マーケットに、まあその資金が流れ込み、そしてそれが、え、ブースト、そのマーケットのそのセンチメントを改善させるための、あの、大きなブーストになって、株価についてもポジティブに影響があるんじゃないかっていうようなことを言っている人も、まあ、一部いてですね、まあの、こういった悪い材料が、 どう捉えられるかですよね。まあ、この悪い材料で救済して株価が上がるみたいな感じになると、もう何やってもやっぱり株価が上がるような、あの、市場環境にあのなってくるというか、まあ、センチメントになってきてしまうので、まあ、あの、もしそうなれば、さらなる株価の上昇というところが、え、利下げとともに期待をされていくような市場環境になって、ま、ちょっとバブルっぽくなると早く怖いなというのはありますね。やっぱりバブルになると、まあ、いつか弾けるというようなことだと思うので、 まあそういったバブルを弾けることが、え、利下げによって、まあ発動してしまうと少し怖いなと思います。特に、あの、利下げを始めたばっかりってまだやっぱり金利が高い水準でもあるので、え、その水準ぐらいから、あの、株価がバシバシ上がり始めると、まあちょっとあまり正直良くないサインなのかなというふうに、え、僕は思ってます。はい。まああとはこれ以外にもですね、注目しておきたい、え、ニュースとしては、こっちの方がいいかな。はい。アーム株が急騰、え、一時60%を超える上昇ということで、 大きくですねあの決算見通しというところが交換されたというような形となりました。一応、ですねまあ決算自体もあの市場予想を上回るという形でした、かつ、ですね通期の売上見通しについても情報修正があり、かつそれがですねあの大きくマーケットが予想していた水準よりも高かったということで、マーケットはですそれに驚きを覚えてなのかあは分かりませんが、大きく上昇してました。 で、えーまあ、このやはり、あのアームが上昇したことによって、半導体への需要が高いというところが新たに確認されたかなと思いますし、まあ、これによって、NVIDIA の決算どうなるかというところも一つまた楽しみになってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、アームについてもですね、時価総額はかなりやっぱり大きいんですよね。で、最近メタもそうでしたけれども、めちゃくちゃ時価総額大きいところ、まあ、NVIDIA も今そうですが、 あの、決算とか、まあ、一日の株価の動きで、もう本当に何トも、まあ、そ、こんなにその時価総額が大きいところが、株価動くっていう事態がすごくめちゃくちゃ恐ろしいなと、あの、正直思って、えー、まあ、見ていますと。で、えー、まあ、今回60%、まあ、一日上昇していたり、え、メタについては、え、20%で、えー、ま、エヌビディアについては、この1ヶ月ぐらいで、もう30%ぐらい上昇していて、 まあ本当にこの多くの方が、まあちょっと株価が高すぎるんじゃないか、割高なんじゃないかっていうようなこともですね、まあ納得、あの、できる、じゃあできるというか、あの、まあそうかもしれないなと、まあ思わされるような、え、まあ数字まで来てるとは思う一方で、かといって、あの、これ毎回言ってますけれども、じゃあ N メディアを売れるのか、持ってる株を手放せるかっていうと、え、なかなかそういう、まあ状況でもないというか、じゃあ代わりに何を買うのかって言った時に、買う銘柄が正直、あの、ない。 n ヌビディアじゃあ売れないじゃんっていうような感じだと思うので、まあ、あの、多少のことでは、あの、おそらく NVIDIA についても、あの、短期的な下落あるかもしれませんが、下落相場に向かっていくみたいな本当に大きな方向転換というのは難しいのかなと、まあ、改めてアームの決算も含めて、ここ最近の、まあ、いろんなガーハムの決算も含めて見て感じたりはしています。はい。まあ、あとはですね、 先ほども確認をした、あの、円に関するニュースなんですけれども、日銀の副総裁がですね、マイナス金利を解除した後に、どんどん金利を上げていくような展開は考えにくいというような発言をしました。で、もしかするとですね、あの、再び金利が下がってしまうというか、その物価上昇率が下がってしまう可能性についても、見ていきながらということだったので、まあ、本当にですね、あの、マイナス金利解除して、利上げを継続的にできるという状況がなければ、あの、やっぱりですね、奴隷に関しては、 アップサイドを狙っていくっていうような見方はです,、ね、すごく難しいのかなというふうに正直思いますね。うん、あすいません。ドレーンのアップサイドというよりも、えー、ドレーンのダウンサイドですね。はい。まあこのあたりちょっと難しいのかなと思いますし、まあ今の段階で思いっきりドレーンに対してショートを入れられるような、うん、人たちって正直いないのかなっていうふうに思いますよね。まああの、ドルに関しても利下げのタイミング、利下げのペース持っていたよりも鈍化。で、かつ、 日銀についても利上げのペースの、えーまあ、鈍化というか幅についても鈍化の中で、まあ、じゃあドル円どうしよう、うんまあ、ここには別途しないでおこうかなっていうのが、まあ、今の自然な流れなんじゃないかなと思いますので、まあ、今後ドル円に関してはですね、まあ、あのダウンサイド下がってくることっていうのがまあかなり低くなるんじゃないかなとは思ったりしてますね、はいまあ、無理に、まあ、あのドルを持っている人がですね、まあ、円を買うっていうような 必要性をですね、迫られるような今、状況では全くないのかなというふうには感じたりしています。はい。ってことで、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、株式マーケット、本当強いですね。まあ、あの今日のアーム見ててもそうですけれども、あの仮想通貨とかですね、投資しなくても十分ボラティティが株式マーケットの中に、まあ、同じぐらいあり。で、かつ、まあ、あの株式マーケットの、まあ、なんていうんですかね、その、いつもこの話をしているますけれども、マイクロソフト、エ v ビディア、このあたりの銘柄を持っている方が、 着実にしかも大きなリターンを得られるというような状況に今まさになっているのであの仮想通貨とかよりも、まあ、株だよねっていうような感じに今、まあ、特に株式投資家は、えー、なっているんじゃないかなと思いますし本当にここ最近仮想通貨の特にビットコインの、えー、ETF が承認されたとかそういったニュースもあってですねポートリオってどういうふうに組み立てればいいんだっけみたいな話が ブロックロックも含めてですね、いろいろとされているわけなんですけれども、今のところアメリカではですね、そんなに大きな資金がビットコインとかに入ってくるような今、状況ではないのかなというふうに改めてここ最近感じています。じゃあ、株式マーケットの中でどうするのかってなった時に、AI 関連銘柄以外に何か変えるのかというと、あの、一般的にジェネラルに株価を見ている、まあ僕もそうですけれども、 おそらく皆さんも多くそうじゃないと思うんですそうなんじゃないかなと思いますがなかなかそれ以外の銘柄を買いたいと思わないような今状況ですよね、うん、本当に難しいですねあの僕はいつも債券買うのがいいんじゃないですかというふうに言っている一方、うん、債券買い慣れてないその投資家からすると債券買物足りないな魅力ないな、まあ、株価めちゃくちゃ上がってるのに 0.1%、ね、とか0.2%ぐらいしかあの変化がない債券の ETF、うん、買いたくないなみたいになるのは本当に、まあ、のすごく気持ちが、えー、分かるなとは、まあ、思いつつ、まあ、長期で見ると本当に力を発揮してくれるあの資産なんじゃないかなとは思うので、まあ、そのあたりを見てみるというのも、えー、一つありかなとは思っています。リスク今いいいろろと劣っているので、えー、たくさん、あのー まあ債券とか、そういったイールドを生むものをですね、買いましょうとはなかなかまあ言いづらいんですけれども、やっぱり長期的に見たときに、結構そういったアセットクラスを持っていることでえ救われることというのもあるので、少,少しはですね、実験的にでもいいので、持っているということはあのやってみてもいいのかなと思います。債券は銀行とか証券会社で買うと手数料めちゃくちゃ高いんですけど、ETF で買うと本当にまあ安く買えるので、 そういった意味では気軽に一回試してみるというのもまあ,ありなのかなと思ってますね。まずれにせ引き続き株式マーケット、テック銘柄を中心に上がっていく相場引き続き続いていくんじゃないかなと思いますので、継続的にですね、積み立てをしていくという日々をこれからもやっていきたいかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。